ハロー劇。今日は2022年初めての山登りということで、愛宕山まで来ております。 JR 保津峡駅から山頂の愛宕神社まで行って御朱印帳に御朱印をいただきたいと思います。山頂は、雪が、積もっているということで、とても楽しみにしております。私のチャンネルを初めてご覧になるとおっしゃる方がいらっしゃいましたら、私の動画たくさん上げてまいりますので、右下の赤いボタンを押していただいてチャンネル登録いただきますととっても嬉しいです。それでは今日も張り切って登ってまいりましょう。ヨッシーのハイキング。愛宕山山頂です。うっすら白い部分が見えてますので、少しは雪が残ってることでしょう。ご覧のように影が差している通り、分かりますように今日は結構晴れてます。夏着してきたんですけど、今滝のように汗が流れております。雪がだいぶ残ってるところまでやってきました。足元は若干ぐちょぐちょです。
重要な神社。